高野洲温泉は、福井県福井市民の町にある温泉。福井市では、数少ない高温の自家源泉を持ち、市内で、唯一の非加水、非加熱、非循環、消毒剤非使用の温泉である。福井市が屈作し、国民宿舎高野洲層の宿泊客が、主に利用していたが、指定管理者制度を設置し、現在は、貸切風呂として許可が下りており、 日中でも日帰り入浴が可能である。建築から42年を経過した施設の老朽化を理由に2013年以降に現在の建物を取り壊すと福井市は方針を明らかにしていた。今後については市が温泉の源泉の権利を保有しているので入浴施設を市が整備し指定管理者に委ねるという手法、施設を市が作るのでなく、 民間活力を利用する手法もあると選択肢を提示。地元からは温泉施設を何らかの形で存続するよう要望があり、今後さらに検討を重ねるとした。と福井新聞では報じている。その後、検討を重ね福井市は、高野寿生の営業を一旦2013年3月31日で終了し、 施設の改修を行った後2014年10月28日より営業を再開した。国民宿舎、高野裾を取り壊しへ、福井市、老朽化で13年春以降。福井新聞。オリジナルの2012年7月21日時点におけるアーカイブ。http コロンスラッシュスラッシュアーカイブドットフェードアウトスラッシュ b s y h 2 0 1 2年5月9日一覧。 国民宿舎、高野裾がスリニューアルオープン福井。産経新聞。オリジナルの2017年8月6日、時点におけるアーカイブ。http://archive.fadeout/.jwxyr2017 年8月6日閲覧。ありがとうございます。